けてきましたそして小泉政権では経済財政担当大臣などを務め骨太の方針のもと構造改革や規制緩和を推し進め企業が雇用形態として非正規を増やすきっかけとなりましたと違うな <laughs> はいあのところの先ほど見ながらあのこれ違うなとつぶやかれていたのが違いますか <laughs> えっと別に市場原料導入したわけではありませんし、うん あのそのいわゆる非正規と言われるものが、うん、なんか私のせいで増えたみたいにいつも言われるんですけども、それは全く違うと、これはも90年代からずっと続いてきた政策ですので。うんうん、夜だけでなく、昼の外出も控えてください。